皆さんこんにちは、久谷です。今日はトレッド5日目、前にブルペン投げた様子をアップしたんですが、あれが初日、1日目で、あそこから次の日にはあのブルペンで投げたのを、まあ、アセスメントとして、どんなフォームで投げてて、どんな課題があるかを2日目に確認して、で3日目にそれを元にしたプライオのドリルを新しく考えてもらったり、まあ、そのあたりを話しながら、ドリルやったり、しました。そして昨日4日目は、今日がブルペンということなので、すごく軽めに、もうほぼほぼ何もしてないっていうぐらいの日にした上で今日を迎えました。今日は、まあ、去年でしたらすごくスピードと、意識していたので、何キロ出るんだろうだけをすごい考えて、取り組んでいましたけど、今回は、この後、ジョプエルトリコに行って、登板する予定がもうあるので、それに向けた調整でもあるし、ただ一昨日、そのプライオドリルやる中で得た、ちょっとあこれやってみたら面白いかもなっていう感覚もあるので、それを、ブルペンでどこまで実践できるのか、それもすごくワクワクしていますし、それをやってまた、コーチや、データ班の人と話して、まあ、プエルトリコではどうやって、何を意識して取り組むのか、何を試すのかっていうのを話し合っていく、まあ、そんな流れで、残りのトレッドもわずかですけど、楽しみながら過ごしたいと思います。それでは行ってきます。Thank you.
はい、お疲れ様でした。今週の2回目のブルペン終わりました。大体20球ぐらいですかね。途中で16球投げた時点で、おい大丈夫か、16球も投げてるぞみたいなみたいな感じで言われたので、あ、じゃああと1球ずつ投げて終わるねみたいな、感じで投げましたけど、だから20球ちょいだと思います。まあスピードとかはまあ思ったよりも上がった感じがあり、いろいろ試したことが、まあ、今日の時点ではすごくいい形で出せました。まあ、ただこれを実戦でどうするかって言われるとちょっと、まあ、どこまでできるかわからないですけれど、すごくいい手応えを持っているので、長い目で見てしっかり少しずつチャレンジして、来年に向けて、はい、しっかりできたらなと思います。で、まあ、今日の時点でのこのピッチングの、まあ、バイオメカニクスの部分をマーカレスのモーションキャプチャー撮っているので、それをまたコーチが比較してこの1週間どうだったかとか、それを、まあ、後日、まあ、明日か来週かっていう感じらしいので、そこはちょっと直列はできないですけれど、プエルトリコに行ってる間にそのデータとか、彼の感想を聞きながらまた継続していって、実りある、編成にしたいなと思います。そしてもう半袖でも全然いけるぐらい、ちょっと気温は何度かわからないですけど、すごく暖かくて、今日本はどうなのかなと思いながら、ちょっと寒くなってきたっていう、まあ、記事とかコメントは見てるんですけど、まあ、この気候も含めて今回は去年よりもすごく充実しているというか、動きやすい環境でできているかなと思います。まあ、これで明日もう一日練習来ますけど、すごく軽い日になると思いますし、それ終わったらいよいよまたプエルトリコに出発します。まあ、少しずつ緊張感も高まってきていますし、どんな環境なのか、まあ、トレッドは2回目なので、なんとなく、まあ、空気感とか施設感を分かった上で来ましたけれど、そうじゃない場所に行くってなるとすごく緊張しますし、同じくらいワクワクしています。またその様子もお伝えできればいいかなと思ってるんで、引き続き、楽しんでいただけたら嬉しいです。まあ、今日はこんなところで、本当にブルペン投げましたよっていう動画になりましたけれど、また、今自分がどんなことを意識しているとか、そういうバイオメカ的な話とか改めてちょっとできる機会作りたいなとは思っているので、もしよければまた見てください。今日もありがとうございました。